ボンナパーを越えてベルトダッシュ、そしてその先へ、チャレンジャー横山拓実。赤コーナー167センチ 62.4キログラム、ウィラザクックフェアトックスジム、クラッシュライト級王者、ガンナポーウィラザークレイ。帰ってきたムエタイ大魔神、一つ吠えました復活の時、ゴンナパーミラサクレック。2020年クラッシュ最初のタイトルマッチはライト級タイトルマッチ、チャンピオンゴンナパーミラサクレック、対するはチャレンジャー横山拓実。放送の解説石川直樹さん、そしてゲスト解説ゲーマンワールドグランプリライト級チャンピオン林健太選手、そしてスペシャルゲストには芸人岩井川の井川修司さんにお越しいただいております。皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ石川さん、はい、ゴンナパーがいろいろな思いがある中、すべてを超えてこのリングに戻ってきましたね。はい、そうですね、さっきの山崎選手じゃないですけどね、競技を離れてる間にね、いろんなことがあって、そうして意味を持って戻ってきた男の復活っていうのは奥深いから楽しみです。対するは21歳のチャレンジャー、パワーのゴンナパーにスピードで対抗すると宣言しました横山拓実。踏み込んで右のボディから右のハイキック。さあ岩井川さん、はい、このタイトルマッチはどのようにご覧になりますか。いよいよですね、僕もゴンナパー選手がもう大好きでですね、はい、最初ゲイオ選手のリザーバーみたいな形でね、K1 に乗り込んできて彗星のごとく現れて、そこからずっと追ってたんですけども、ちょっとプライベートいろいろあったりだとかで、いやもう今回僕も待ちに待った一戦でございますので、ワクワクしております。そしてこのゴンナパーと対戦経験もあります林選手、はい、林選手はどんなところを注目してご覧になるんでしょうか。バッターところ、ゴンナパー選手と戦うんやったらこういう戦いかなっていう動きのまま戦えているので、すごいいい感じだと思います横山選手。ああ、チャレンジャー横山か。なるほど、なるほど。これ具体的に言うと林選手、それどんな部分なんでしょう。やっぱりスピードで勝って、しっかり強いパンチを打ち込めるかというところなんですけど、しっかり当たれば倒せるぐらいの強いパンチを打てているので、スピードで上回っていこう、はい、でゴンナパー選手もちょっと焦って力んで空振りが多いですね。なるほど、そうですか。これ技術的なことはやっぱ実際戦った林さんから聞くのが分かりやすくていいですよ。ここも全然ゴンナパーのプレッシャーに臆することはありません。おお、ガードを下げて挑発的な動きは横山です。チャレンジャー左のフックから右パンチの連打。さあ石川さん、これゴンナパーが10ヶ月キャリアの中で空いたことないんですね。そのあたりの試合感というのはどうでしょう。はい、僕はそこはあまり心配してないです。はい、もうね、キャリアがある選手なので、まずスタミナとしっかり動きさえ戻ってくれば、あとはもう意味、気持ちと意味なので、はい、でもちろんね、この日本人のこういう選手たちどうしたらいいかっていうのは、もうタイ人のこのぐらいの選手であればしっかりと突き上げることができるので、ね、ただそれをその想定を上回るスピードがあれば横山選手に勝てる勝ち目はある。膝飛び込んでくるのがチャンピオン、はい、離れ際右のフック引っ掛けるようにゴンナパーです。今度は左のミドル、そうですね、横山選手は本当1ラウンド目から行くっていうのは、ね、やっぱりゴンナパーがスイッチ入る前にですよね、はい、それは勝機ありますよ。なるほど、はい、横山は1ラウンド KO できるように、そんな発言もありました。さあただその残り1ラウンドも35秒というところです。まあ、ゴンナパーは横山に対して、まあ普通の選手、自分のキャリアを考えたら圧倒的に勝たなければいけない、そんな発言があった。今にやりと笑いました。それは横山も同じ、楽しんでますね。いや、ただ林さん、はい、これゴンナパー相手にここまで、まあ、精神的にも余裕を持って伸びしろを持って戦えるって横山すごいですね。そうですね、だけどちょっとゴンナパー選手のリズムに戻ってきたのか、ちょっと強いパンチ打ち込めなくなってますね。なるほど。ちなみになんですけど、横山選手こう今年の初詣で、ね、はい、大吉引いてるそうですさあそのあたりがもう一つの捉え方だと、もうそこで使っちゃったのか、はい、やめとけそれはそういうこと言うなまあただもちろん林選手、はい、チャンピオンになるには、はい、もちろん運も必要だと思うんですが、はい、やはり勝負ですから、はい、最後は自分の力ですよね。そうですね、今ほんまに俺五分五分かなと思う感じで、うん、すごいここまでされるのに多分想定外だったんじゃないですか、こんなパー陣営は。なるほど。
実際戦ってみてゴンダパーの一番の強さ、はい、怖さっていうのはどういう部分だったんでしょう。やっぱ圧力なんですけど、ステップ飛んでうまいことその圧力を外せてるので、ね、ゴンダパーは焦ってたんですけど、うん、徐々にやっぱり横山選手がコーナーに詰められる時間がちょっと長くなってるかなとは思いますね、うん、なるほど。まあですから石川さん、ここで横山がどう作戦を変えてくるのかですよね、はい、この第2ラウンド、はい、そうですね、レベルの高いシーソーゲームなので、はいはい、やっぱりね、横山選手は自分の攻撃終わりにローキックをもらいたくないっていうのは絶対にそれは戦略になると思うんですよ、はい、やっぱローキックでね壊されてる選手が何人もいるので確かに、はい、そのためには足ですよね、うん、足をフットワーク使って同じ場所にいるとやられる、強いパンチ右、はい、ミドルキックもしっかりですよね、同じ場所にいずに動くことでローもミドルも衝撃を流せるので、はい、まあ、横山はポイントとして出入りのスピード、そんな話もしました。そうですね、だからって逃げ回ってるだけだとね体重の乗ったパンチを出せないので、こういう風にだんだんイライラしてきたりと荒っぽくなってくるんですよ、こんなパワーは、はい、そうするとそこでバチーンというパンチが当たる確率が増えてきますね、横山選手の。決して打たれ強くはないっていうのはね実証されてますから、これまでこんなパワー選手は、ここも詰めていく。ちょっとメンタルの駆け引きをやってみるといいかもしれないです ね、 そうですね。さあ近い距離で横山がパンチを押していくのか、ただ詰めていくのはどんなか、いや体勢入れ替えた横山、当たってますね。さあパンチで応戦していきます。第2ラウンド、戦前はパワーのゴンナパー、スピードの横山というふうに評されておりました、この一戦です、ね、これ横山構成の時に忘れちゃいけないのが、ゴンナパーはどんな武器でも倒せるんですよね、パンチも倒せる、ハイキックも倒せる、ローも倒せる、確かに、うん、でそこで、ね、横山選手が乗ってきたところで飛んでくるのがゴンナパーの武器なんで、だからも大魔人と言われてるんですよね。そうですね、はい、ゴンナパーが何かこの10ヶ月ぶりのリング再三笑顔です。ロープを沿わせたの左、何や今の。いや林選手あのパンチ、はい、聞きましたね、横山選手これでちょっとステップが止まらなければいいんですけど、左膝伸びるんやな、あの左、逆にあれでひるんでしまうともう思うつぼということですね。ここで出てくるのがもう横山選手メンタルです。うん、はい、聞いてますね、あちょっと力でちょっと下がっていますね、ゴンナパー構成効いてるね。効いてても横山選手は当たれば倒せるパンチ持ってる、そのぐらい僕は彼の攻撃であると思ってるので、うん、ここでメンタルですよ、膝折れちゃダメ、折れちゃダメ。首相撲からの攻撃は認められておりません。ゴンダのハイキックバックアンドブローに、ゴーの右横山を返していきます。ただのしのし前に出てくるのは大魔神、コーナーに詰めた、コーナーに詰めた、動きが止まって横山、それでも左のパンチを返す。まもなく残り30秒になろうという第2ラウンドです。あちょっと腹効いてるね。あちょっと横山が口を開けて少し苦しいか、そのボディ効いているか、おお今度は左のストレート顔面、ね、ちょっと動きが止まった、もう一つです。ただ横山も石川さん、まあはい、拳は止めていないんですね、はい、息はあるんですね。ゴンナパーは気が強すぎるからこそ隙が生まれるんですよ。そうですね、なるほど、ちょっと荒くなるんですね、はい、そこを横山選手はまだ倒せます。なるほど、効、うん、いてるけど、ボディも効いてるけど、打ってこいという、うん、まだ倒せます。ここで第2ラウンド終了のゴング、終盤横山ブリャーという声を出しながらのパンチでした、あえてまだまだ横山選手の逆転あると僕は信じてます。はい、セオリー通りゴンナパーが勝つ可能性が高いですけど、だけど横山選手はまだ持ってますよ、うん、はい、ただ林選手、はい、これ第3ラウンド入ってポイントということを考えますよね、はい、まあでも横山選手はもういかな、あれ2ラウンド取られてるんで、そうですよね、ただそうなった時のちょっとあれですね、ちょっと自分が戦いたくなってきて興奮してきて、ちょっとあまり分からへんなってきた。そうですか、自分の戦い方考えてしまった。そうですね、自分が戦うんやったらってこと考えてっちゃって、ね、ちなみにせっかくですからご自身が戦うなら、はい、林健太選手が戦うなら、はい、この第3ラウンドこの後どうしますか。この後ですか、やっぱ打ち合いに行ったら、うん、ゴンナパー選手は熱くなって大振りで返してくるんで、しっかり見てカウンター合わせれば全然倒せると思うんですけどね。あえてじゃあ打ち合いに持ち込むと、はいはい、一回餌を待つということですね、はい。さあ2020年クラッシュ最初のタイトルマッチ、ライト級のタイトルマッチ、チャンピオン赤いグローブゴンナパーミラサクレック対するチャレンジャー横山拓実、ファイナルラウンドです。横山選手ステップパスエッジダメですね。そうそう、上回ってるところでね勝負しないといけないですよね、はい、ちょっと足使いたいですね、はい、ただプレッシャーをかけてくるチャンピオンのゴンナパー、
左のハイキック、横山は気持ちでひるまないこと。いや横山選手パンチ当たってますよ。今度は右のオーバーハンド、近い距離ワンツーはどんなパーロープを背負わせるのはチャンピオンです。そうですね、林選手とのステップですね。そうですね、足使えばもっと今度は林選手、いやいい花道はさらに飛び膝、いやこんなパーがもうフルスロットル、動きが止まらない。左のミドル、ボンナパーのパンチあれだけもらっててよく戦ってるな。そうですね、まだ両者ダウンはありません。プレッシャーをかける詰めるコーナーに、さあ残り2分です。まあ、石川さん、ボンナパーも流そうっていう感じじゃないですね。そうですね、はい、でそれがあのもしかしたらラスト1分ぐらいで技でする可能性もありますね。熱くなってますね、うん、倒したがってますね。そうか、うん、でここで林選手が言ったように、はい、横山選手が頭を使うことができればですよね、はい、受けて受けて誘って誘って狙う、餌を巻いて、うん、そうですね、はい、仕留めるという、このラウンドも1ラウンドの動きができれば横山選手がステップとパンチと、なるほど、全然倒せると思うんですけど、うん、あと半分ありますからね、時間、足が止まっちゃってますね。この攻撃をね、しのぎ切りながらそれをするっていうのは本当になかなか至難の技で、それをね、うん、そこをしようとしてる山田選手すごいですよ。ボディの蓄積がちょっと足を止めちゃってるのかな。まもなく残り1分になろうというところ、左のミドル、そのボディガードはしてるんですが、その上からでも響いてくるミドルです。ゴンナパーまだある、タミーサ、これはノーダウン。今みたいにパンチを警戒してると左ミドル効いちゃうんですよ。左ミドルはちょレバーに一発効くので、ガードの上からでも、うん、意識ないところで効いちゃうんですよね。この試合の前にはムエタイのジムニー、ああでけえ、こういった打ってこいとゴンナパーです。残り1分を切っています、タイトルマッチ。確かにちょっと熱くはなってますね、うんうん、チャンピオンのゴンナパーは10ヶ月ぶりの復帰戦です。いきなりのタイトルマッチ、ここまで階級転向から2連勝 2KO でタイトルマッチにこぎつけてきたチャレンジャー21歳の横山。さあ残り20秒を切って、まだあるまだある、最後の一瞬まで目が離せません。やっぱりゴンナパーはね、やっぱすごいですよね。タイ人なのに最後まで倒そうとしてくれてるっていうのは、うん、やっぱりクラスのチャンピオンですよね、うん、流さないですね。そうですね、うん、残り10秒を切っています。2段蹴りはゴンナパー、再びリング中央、チャレンジャー横山、ここで試合終了のゴングです。いい試合、いやすごい久しぶりのね試合だったのに、ムエタイをしないでクラッシュのタイトルマッチを戦ってくれたってことが、うん、僕やっぱり評価されるタイの選手だなって。なるほど、愛される選手ですよね、やっぱね。そうですね、うん、そうですね、復帰して間もないですからね、はい、まあ、いやでも横山選手も強かったな、はい、ね、最終ラウンド、うん、全然可能性あるところを見せてくれましたからね、はいはい、まだ22歳ですからね、うん、倒れることはありませんでした。まあでもね、判定はまだこれからですから、うん、こちらがチャンピオン、今回2度目の防衛戦、ゴンナパー・ウィラサクレック第5代のクラッシュライト級チャンピオンです。さあ判定です。横山はライト級3戦目にして初のタイトル挑戦、タイトルマッチでした。2020年原点回帰のクラッシュ、最初のタイトルマッチ、さあその勝負の行方は。ジョージ山崎29対29ドロー、え、ドロー、一人目ドロー、ジャッジ小山が29対28アサゴンナパー、二人目はゴンナパーチャンピオン、ジャッジ西村30対28、うん、アサゴンナパー、以上、判定2回目として勝者アサゴンナパー、ゴンナパーウィラサクレック、ゴンナパーウィラサクレック、横山匠を退けてクラッシュライト級のベルト、見事10ヶ月ぶりの復帰戦で防衛を果たしました。大魔神復活です。でもジャッジ1人ドローつけてますからね、はい、まあ横山選手いい試合やったんですけど、うん、僕は完全に30対28か、あの
取られたとかなかったかなと思ったんですけど、まあ、勝ってくれてよかったです、はい、ただ僕がまた戦えるので。そうか、林選手はねコナバーにリベンジしないといけませんから。 でもあの3月はコナバー選手復帰が間もないからだろまだって言われたんですよ。言ったらあかんのかな。生放送ですよ。まあでもその次の大会ぐらいでタイトルマッチで僕はやりたいって言ってるので、勝ってくれたから多分できるんじゃないですか。林選手コナバーも、はい、これからもクラッシュのベルトを防衛し続けて、はい、いずれは K1 のベルトを巻く、それが今の自分の目標と話をしていました。言われてるで。僕さっき裏で言ったんですよ、うん、3月できないから夏ねって、夏にタイトルマッチでやりたい。え、こんな場に直接言ったの？あ、言ってみました。あのなんでそんなすごいことすんの？確かに。でも日本語分かってたのかな、ちゃんと。そこは問題ではありますね。選手、はい、いかがでしたか？いや今日はほんまにいい試合が多かったんですけど、まあ、コナバ選手もいい試合だったんですけど、僕はほんま格闘技の人生を変えてくれたあの山崎秀明さんが、はい、しっかり気持ちいい勝ち方で締めくくってくれたので、僕はすごい嬉しかったですね。いや今日もクラッシュはすごかったですね。ですね、チャンピオンのマイクです、うん、聞きましょう。はい、สวัสดีครับทุกคนผมก้องนภาวิริศักดิ์เล็กมวยไทยยิมครับวันนี้ก็ดีใจมากครับทำหน้าที่ได้เต็มที่แล้วก็ป้องกันแชมป์ไว้ได้ครับผมแล้วก็ต่อไปนี้ผมก็จะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดครับเฮ้ยทุกคนสวัสดีこんなパービラサクレックです。แล้วก็今日はとても嬉しいです。หายไปนานครับกลับมาครั้งนี้ก็มีเป้าหมายที่สูงขึ้นอีกไปครับこんばんは、こんなパービラサクレックです。今日は自分の仕事ができてとても嬉しいと思ってます。今後自分にはもっと高い目標があります。ครับแล้วก็ครั้งต่อไปก็อยากจะมีโอกาสชิงแชมป์ K1 ครับถ้าเป็นไปได้เดือน3นี้ก็อยากจะชกรายการใหญ่ครับของ K1 ครับเพราะกลับมาครั้งนี้ผมตั้งใจมากแล้วก็จะเดินตามฝันที่ฝันไว้ครับผมอยากเป็นแชมป์ K1 ครับ次はぜひK1 のベルト欲しいと思ってます。次も全力で戦いたいです。チャンピオンになりたいです。แล้วก็สุดท้ายนี้ครับก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนครับที่มาช่วยเชียร์และให้กำลังใจผมตลอดมาและผู้สนับสนุนทุกคนครับ最後に応援してくれているファンの皆さんに感謝したいと思います。ありがとうございます。それではこれよりフォトセッションに移ります。